ティンクチャーは、紋章学における紋章の色のことである。ティンクチャーには、大きく分けて、金属色原色毛皮模様の3種類がある。中世ヨーロッパにおける紋章の本来の意味は、鋼鉄製の兜を被っていて、顔が隠れている騎士あるいは貴族を戦場で誰で、あるかを識別するためのものであったため、遠くからでも判別できるように、紋章に使用できる色は、非常に限定されていた。 金属色のティンクチャーには、アージェントとオーアの2色がある。アージェントは銀色を表し、オーアは金色を表すが、それぞれ白色と黄色で置き換え可能である。白あるいは木を用いた場合であっても、それらの色は金属色と認識される。金属色は原色に対して明るい色と定義され、しばしばライトティンクチャーと呼ばれる。図の右半分は、 ペトラサンクタの方法と呼ばれる方法で、それぞれのティンクチャーを表現した場合の模様である。中世では、エングレービングのような白黒で全てを表現する古典的な印刷方法しかなかったため、印刷物の中で紋章を描こうとした場合には、色を使わずに白黒だけで表現しなければならなかった。そのための様々な方法が考案され、その中で最も広く用いられている方法が、 ペトラサンクタの方法と呼ばれる方式である。原色のティンクチャーには、アジュール、ギュールズ、パーピュア、バートおよびセーブルの5色がある。アジュールは青色、ギュールズは赤色、パーピュアは紫色、バートは緑色、セーブルは黒色を表す。原色は金属色に対して、暗い色と定義され、しばしばダークティンクチャーと呼ばれる。この中で、パーピュアは、 青でも赤でもないはっきりしない色としてあまり好まれず比較的紋章の中で用いられる頻度が低い。また、セーブルは中央ヨーロッパでは原色のティンクチャーとして扱われておらず他の原色のティンクチャーの隣に配置しても問題ないとされていた。図の右半分はペトラサンクタの方法による表現である。セーブルは黒であるので 白黒の印刷物でもそのまま黒で表現できそうであるがエングレービングなどは真っ黒に塗りつぶすのに非常に手間がかかったため十字に交差する平行線で表現される印刷技術が進んでくるとその色の通りに真っ黒に塗りつぶされることもあった毛皮模様のティンクチャーにはアーミンとベアの2色があるアーミンは白点の毛皮を表しベアは リスの毛皮を表したものである。アーミンとベアはいずれも金属色一色、原色一色の二色を用いた模様であるが、紋章学上はこれらは一色として扱われ、金属色及び原色のどちらの隣にも配置することができる。それらそれぞれの色を変更したり、模様の位置を入れ替えたりした変形があるが、これらもすべてピンクチャーとして一色と数えられる。リモージュの紋章。 セイマーシャルの顔から首の肌の色には自然色が指定されている。自然色は英語ではプロパーと呼ばれ、長期のいずれのティンクチャーにも当てはまらない色に対して用いられる。本来は自然界に存在する色という意味で、例えば人間の肌色がその代表例である。他にも植物のチャージを描くキーワーに用いられる黄色や緑色などの色はティンクチャーに属するが、 チャージの一部の色を自然界の色としたい場合には、あえてオアやバートとは記述せずに自然色と記述することがある。ありがとうございます。